バンジャマン・ゴダールは19世紀フランスの作曲家。オペラ作曲家としての成功を望み、おびただしい数の作品を残したが、今日では、ほとんどが忘れられており、かろうじてサロン商品の作曲家として記憶されているに、過ぎない。ユダヤ人の家庭に生まれる。パリ音楽院でルベに、火星法を、ビュータンにバイオリンを指持、ビュータンに同行して二度ドイツを訪れている。 室内楽にも没頭した。ゴダールは実に安々と作曲し、あらゆるジャンルにわたって大量に作曲を行った。1876年にバイオリン競争曲、ロマンティックがコンセール・ポピュレールにおいて初演され、その他の大作もこの演奏会で上演された。1878年にパリ音楽院,院院長テオドール・デュボアと、 パリッシュ祭の作曲コンクールにおいて優勝を分かち合った。入賞作品は合唱公共曲、タッソーレタッソーであり、ことによると最も重要なゴダール作品かもしれない。その頃から驚くほどたくさんの作品をものしている。四つの歌劇のうち、サラメアのペドロッペドロでサラメアは1884年にアントウェルペンで人気のコモリータの出展である。 ジョスラン・ジョセリンは1888年2月25日に、ベルギー・ブリュッセルのモネ劇場で初演された。その他に、還元楽曲やバレエ音楽、競奏曲、演奏会用序曲を数多く残しており、公共曲、伝説シンフォーニー・レジャンデル、公共曲、ゴチック風、シンフォーニー・ゴティーク、還元楽曲、ディアーヌ・ディアネ、ピアノ曲、マズルカ第2番、ワルツ第2番、 英雄マータン、ポステレオン、エンクーラント、エントレーン、レイ・レンデルは特筆するに値しよう。数多くのバイオリン・ソナタのうち、第4番作品12は、第2楽章のスケルツォに変拍子を用いている。繊細この上ない歌曲も100曲以上を手掛け、フロリアンの歌は様々に編曲されて、人気を呼んだ。12の歌曲作品12では、自らの詩を用いている。 ゴダール作品は、たとえ単に膨大な作品数のために過ぎないにせよ、類がない。ゴダールは割合に小規模な作品において、最も本領を発揮している。より野心的な作品のうち、最も個性的と言い得るのは、伝説公共局であろう。晩年のゴダールは結核に苦しみ、1892年にコートダジュールへ陰性して1895年にカンヌで死去した。 パリのタベルニーの家族の墓地へ埋葬されている。ありがとうございます。